こんにちは、粟田洋介です。絵を描くことが楽しくなくなっちゃった、もしくはそもそも人生そのものが楽しくないという方もいらっしゃるんじゃないかと思います。絵を描くことが好きなのにどうして楽しくなくなっちゃうのかっていうことを、私が絵を描くことが楽しくなくなった時のことを思い出してちょっとお話ししたいと思います。それから楽しいって一体どういうことかっていう話もしたいと思います。それからいつものようにこのキャンバスに絵を描いていこうと思います。楽しい絵が出来上がるかどうかは分かりませんが、楽しみながら描いていこうと思います。楽しいはずの絵を描くということが楽しくなくなった時期が私にもあります。その一つの理由なんですけど、苦手なこと、得意じゃないこと、あと欠点、そういうことを意識する割合っていうのが多すぎた時にちょっと辛くなっちゃったことがあります。例えば絵を描くっていう一つのジャンルの中にもたくさんのジャンルがあって、そのたくさんのジャンルの中から一つを絞ってもたくさんの手法とかたくさんの表現方法、それから同じアートって言ってもいろんなコンセプトがあったりいろんな考え方があったりして、同じ絵を描くって言っても全部が全部得意なことじゃないわけですよ。何年練習してもなかなか上手くならないこともあると思います。何年かけても上達するっていう考えもあるかもしれませんが、私にとってはあんまりいいことではありませんでした。苦手なことばっかりやってることによって、その苦手なことが前に出てしまう作品になってしまう場合もあるんじゃないかと思います。自分のいいところが隠れて活かせない作品になっちゃうんじゃないかなと思うんですよね。苦手なことを練習するっていう理由は、自分の得意なことをよりよく見せるためにすることなんじゃないかと私は思っています。なので自分の得意なことをもっと伸ばして、そこにフォーカスした方が自分らしさをバーンって出せるいい作品ができるんじゃないかと私は思っています。苦手とか得意とかって関係なしに、絵を一枚仕上げるには好きな作業と嫌いな作業があると思います。全部の作業が好きな作業だったらそれはそれで一番いいことだと思います。私はその好きな作業っていうのと嫌いな作業っていうのがあって、その絵を描く時の手法ですね。例えばバックグラウンドを塗っていくのがすごく苦痛だとか、このモチーフを描くのは楽しいけどこのモチーフを描くのはつまらないとかね、そういう感じのことですね。私はつまらないことをやるっていうのはものすごく苦痛なので、私がつまらないと思う作業になってしまうような表現方法はなるべく取り入れないようにしています。で、私は結構バッグに水玉模様をつけるとかってことをするんですけど、丸々丸って描いていく作業っていうのはすごい好きではないんですけど、そういう仕上がりにしたいから点々点々点々点点点点ってね、描いたりすることがあります。でもそれは作品が良くなっていくっていう、自分の好きな感じにしていくっていうことで、その先に得るものがあるじゃないですか。てん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 って書いても苦にならないっていう感じですね。その先に何か得るものがあるから、そのつまらないこと辛いことをやる意味があるんだと私は思っています。でもその先に何か得るものがあったとしても、その作業がつまらなすぎて苦痛すぎるっていうことだと、なるべくその作業はしないようにしています。その辛いこと、苦しいこと、つまらないこと、その先に目標がある、その先に何かがある、そういうことのためだったらある程度つまらないこと、辛いこともやってもいいかなと思うんですけど、私はある程度楽しくないとちょっと辛くて辛くてしょうがないので、まあその作業を選ぶことにしています。で、どうせつまらない作業をするなら、そのつまらない作業がどういう風にやったら楽しくなるのかっていうことを考えます。例えばその色を塗るんだったら、筆で塗って辛いんだったらこのパレットナイフを使うとか、スプレーペイントを使うとか、もしくは素手でベトベト描いちゃうとか、なんか別に楽しくする方法はないかなって考えながら絵を描いています。
結構人によって私のことをストイックだと思う人と怠け者だと思う人と二通りいらっしゃるんですけど、まあどっちかっていうと私はストイックじゃなくて怠け者なんじゃないかと思っています。でも私はそうやって怠ける努力っていうのをしています。楽しいっていう漢字は楽っていう漢字と同じです。でも楽しいっていうのと楽っていうのはイコールではありません。結構日本だと仕事とかそういうの楽しいっていうと怒る人もいます。多分日本だとその楽しいっていう漢字が楽っていう漢字と同じだからそうなのかなとか、そういう風に考えたんですが、まあそれはわからないからどうでもいいんですけど、まあ面白いっていうのは興味深いっていう意味でもあって、面白いからつって笑う面白いっていうのもあれば、興味深いって真面目な面白いっていうのもあるじゃないですか。だから楽に楽しいっていうこともあれば、もうめちゃめちゃ辛いんだけどすっごい楽しいっていうこともたくさんあるんじゃないかと思います。私が楽しいっていう言葉を多く使うようになったのはアメリカに住むようになってからです。それまではなんか真剣に頑張ってることに対して楽しいっていう言葉は使わなかったし、楽しいっていう概念すら持っていませんでした。私は普通の大学からアート系の大学に編入したんですけど、最初は普通の大学へ行っていました。そこではレスリングをやっていました。でそのレスラーとお話をしている時に、なんか結構楽しいって言葉を使うんですよね。ちょっと日本とかアメリカとか、まあ人によって違うと思うんで、あんまりそういう言い方したくないんですけど、まあ私が日本に住んでた時は、柔道っていう同じようなスポーツをやってたんですけど、まあやってて面白いっていう発想はあったんですけど、それを楽しいっていう風に思ったこともないし、楽しいって言葉を使ってる人も見たことないし、楽しいっていうのは遊びで、真剣に頑張ってやってることは、楽しいっていうレベルを超えて、もっとガチなもんなんじゃないかなって思ってたんですけど、ガチなことだって、楽しいって言っていいんですよね。そのアメリカのレスラーが練習が楽しかったとか試合が楽しかったとか言ってるのを聞いてるうちに、なんかそれが自然になってきて、なんかガチなことだって楽しいんだなって思うようになりました。それは私にとってすごいいいことだったと思います。日本でもアメリカでも絵を描く人って結構楽しいって言葉使うんじゃないかなって思うんですが、絵を描くっていうのは楽しいことなんだっていう前提があるからそう思えるのかなって思います。私が絵を描く気持ちっていうのは、子供の時も今も学校行ってた時もお金をいただいて絵を描いてる時もその気持ちっていうのは全く変わらないんですけど、絵を描くっていうのは仕事だからとか勉強だからとか、そんな遊びで描いてるんじゃないんだから楽しくないなんて思ってる人ももしかしているのかな、ちょっと私にはわからないんですけど、そういうふうに考えてて、それで幸せだったらいいんですけど、そうじゃなかったらなんかもったいないなと思います。私は楽しいっていう言葉をあらゆるところで使うようになってから、たくさんのことが楽しくなりました。ただ楽しいはずのこと、例えば絵を描くとか友達と遊びに行くとか、そういうこと以外のことで楽しいっていう言葉を使うと怒る人もいるので、結構それで私は人を怒らせてしまったこともあります。でも私は自分が楽しければそれでいいやと思っています。
絵が完成しました。これは遊びじゃないボール遊びというタイトルです。さっき遊びじゃなくても楽しいことはいっぱいあるって言ったのでこのタイトルをつけました。さっき言ってた水玉もつけたんですが、まあこういう小さい大きさでこのぐらいの数だったら全然苦になりません。なんかその書く作業が楽しいっていうよりも出来上がってくるのを見ながら楽しんでるって言った感じですね。前に別の動画でもお話ししたんですが、絵を描いても描いても出来上がりが見えてこない時って結構辛いんですよね。で、辛いと楽しくないじゃないですか。だから私は付け加えるごとに何かが見えてくるみたいな感じの描き方をしています。そうすると私は自分の絵を見ながらその絵ができていくのがすごく楽しいんです。描き方のパターンとか順序とかそういうことを考えることによって自分が楽しいと思えるプロセスと自分が楽しいと思える仕上がり、出来栄えに満足できてその作業も楽しいというような描き方ができるんじゃないかと思います。私は楽しいっていうのは楽しいって自然に感じることも多いと思うんですけど気づくものでもあるんじゃないかと思います。さっき言ったスポーツの話もそうなんですが楽しいっていうことは遊びでも仕事とか勉強とかそれは楽しいことじゃなくて頑張ること、そういうふうに思わない人もたくさんいると思うんですが私はそういうふうに思っちゃって損をしていた時があります。でも頑張ることだって楽しいんです。だから仕事だって勉強だって試練だって修行だって楽しんだっていいと思うんですよ。なんか子供の時だったかな、今は修行中で楽しむ時じゃないみたいなそんなこと言ってる人がいたのか私がそういう風に勘違いして取っちゃったのかわかんないんですけどそういう風に思ってた時期がありました。で、小学校の時に担任の先生が幸せっていう人はいなくて幸せっていうのはあの時は幸せだったなーって思うものなんだみたいなことを話していました。私は子供の時に幸せになりたいっていう人を見たことがあったんですが自分は幸せだって言っている人を見たことがあんまりなかったのでだからみんな幸せじゃないのかと思いました。でも私はちょっとしてからだったらそれが過去になる前に今幸せだってことに気づいてしまえば人は幸せになるんだということに気づきました。幸せっていうのは何かを手に入れなきゃなれないものなんじゃなくて幸せなことに気づくことによって気づくことができることなんじゃないかと思います。で、それでこのぐらいの幸せに気づいた時にこの幸せをもっと大きくできないかなって工夫したりとか努力したりとかそうすることによってもっともっと幸せになるんじゃないかと思います。楽しいっていうことも同じでそのハードワーク頑張ってる時の楽しさっていうことを感じることによって楽しさっていうのはもっともっと増えていくんじゃないかと思います。それ以外にも私の知らないもっと楽しくなる方法もっと幸せになる方法があるかもしれませんが私の人生はすごい幸せだし絵を描くこともいろんなことも楽しんでいます。まあどうしたって楽しくないことつまらないことっていうのはあるんですけどね。でも絵を描くことが楽しいのでそれで十分だと私は思っています。ということで今回の動画は以上です。このチャンネルではモチベーションやインスピレーションを皆さんとシェアできたらと思い動画を作っております。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。この動画が少しでも良かったと思った方はいいねやチャンネル登録それからコメントで動画の感想なども聞かせていただけると今後の動画作りの励みになって嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。